炎をシミュレートした、パーティクルシステム星雲をシミュレートした、パーティクルシステム爆発をシミュレートした、パーティクルシステムパーティクルシステムとは、ゲーム物理、モーショングラフィックス、コンピュータグラフィックなどで使われる技術の一つで、たくさんの細かいスプライト画像、3D モデル、または、その他の CG オブジェクトを使って、ある種のファジーな現象をシミュレートするものである。例えばカオス現象、自然現象、化学反応によるプロセスなどといったファジーな現象は、これまでのレンダリング技術では再現するのが非常に困難であるが、パーティクルシステムを使うことで表現できるのである。一般にパーティクルシステムを用いてシミュレーションされる事象の例としては、炎、爆発、煙、流水、火花、落葉、雲、霧、雪、埃、流星、毛髪、毛皮、草地、あるいは鉱石や呪文の視覚効果などが挙げられる。パーティクルシステムのタイプは、パーティクルに寿命が設定されており、寿命が尽きた後にエフェクトの発生源から再放出される、スノーフレーク型と、パーティクルの生涯全体を一度にレンダリングし、パーティクルの一つ一つを年始上のオブジェクトとしてレンダリングするヘア型がある。パーティクルシステムには 2D のものと 3D のものがある。一般的に3次元空間におけるパーティクルシステムの位置と動作はエミッターと呼ばれるものによって制御される。エミッターはパーティクルの発生源として働き、3次元空間上のエミッターの位置によってパーティクルがどこで発生しどこへ向かっていくかが決まる。立方体や平面といった普通の 3D メッシュのオブジェクトをエミッターとして使うことができる。エミッターにはパーティクルの振る舞いを制御する一連のパラメータが設定されている。設定できるパラメータの例としては、などが挙げられる。これらのパラメータのすべてもしくは、ほとんどがファジーさを持つことが一般的である。すなわち、厳密な数値の代わりに、中央値と、その両側に許容される、乱数幅を制作者は指定する。メッシュオブジェクトをエミッターとして使用する場合、発速度ベクトルとして、オブジェクトの各面の方線が設定される場合が多い。この時、パーティクルは、各面から直接噴出されるように見えるが、別にそう設定しなくても構わない。アニメーションの、各フレームで実行される典型的なパーティクルシステムの更新ループはパラメータの更新、シミュレーションとレンダリングという2つのステージに分けられる。シミュレーションのステージにおいては生成すべき新しいパーティクルの数が発生頻度と更新間隔に基づいて計算され、エミッターの位置と指定された発生領域に応じて各々のパーティクルは立体空間内の特定の位置に生成される。各々のパーティクルのパラメータは、エミッターのパラメータに応じて初期化される。更新が起こるたび、発生済みのパーティクルはその寿命が過ぎていないか、チェックされ、過ぎていた場合はシミュレーションから除去される。パーティクルの寿命がまだ過ぎていなかった場合は、パーティクルの位置と、その他の属性は、物理シミュレーションに従って更新される。ここでの物理シミュレーションは、平行移動のように簡単な場合もあれば、外力を考慮に入れた物理的に正確な軌道計算のように複雑な場合もある。パーティクルとシーン内の特定の 3D オブジェクトとの間で衝突判定を行って、パーティクルが環境内の障害物に当たって跳ね返ったり、相互に作用したりさせることもよく行われる。パーティクル同士の衝突判定は、計算コストが高く、ほとんどのシミュレーションにおいては、視覚的に関連しないため、行われることは、ほとんどない。パラメータの更新が完了すると、各パーティクルは、テクスチャの貼られたビルボードとしてレンダリングされる。しかし、ゲームでは、必ずしも、そこまで高度な処理をする必要がない場合もある。つまり、解像度が低かったり、処理能力の劣った環境では、パーティクルは単一ピクセルの点として描画されることもある。逆に、モーショングラフィックでは、たとえ高解像度で負荷が高い環境でも完全なパーティクルシステムが求められる場合が多い。非リアルタイムのレンダリングでは、パーティクルをメタボールで描画することもできる。メタボールを使ったパーティクルから計算された等値面は非常にリアルな液体を表現する。さらに言うと、パーティクルの代用として 3D メッシュオブジェクトを使うこともできる。すなわち何千何万というパーティクルの位置に合わせて、切片の 3D メッシュオブジェクトを複製し、回転させることで吹雪を表現することもできる。スノーフレーク型パーティクルの例。立方体から5000個の動的、パーティクルが放出されており、それぞれ重力の重み付けに従って、Y 軸マイナス方向へと落下しているように見える。ヘアー型パーティクルの例。左と同じ立方体のエミッターが、糸状の静的、パーティクルとしてレンダリングされている。パーティクルシステムには、動的、パーティクルと、静的、パーティクルがある。これは、要するに、各、パーティクルの、生涯を、時間の経過に応じて分散的に表示するか、一度に、表示するかという違いである。両者は、スノーフレーク型と、ヘアー型として区別される。すなわち動的、パーティクルは、空間内の個別の座標を動き回る、雪のかけらによく似た見た目を示し、静的、パーティクルは、個別の曲線によって構成される髪の毛によく似た見た目を示す。パーティクルシステムは、映像制作において火花、雨、火などといった、パーティクルシミュレーションを作成するためによく使われているので、パーティクルシステムという用語に関して、アニメーションという側面のみを想起しがちである。パーティクルでアニメをする場合の実装では、動画の各フレームにおいては、パーティクルがその生涯の中で特定の座標に位置する瞬間のみが表示され、その時、各パーティクルは空間内の単一の座標のみを占有する。火や煙など、分散無償型のエフェクトをかける場合、各パーティクルには、フェードアウト時間、または固定時間の寿命が設定され、一方で、吹雪や雨などのエフェクトでは、視点から見える範囲の特定の場所を通過すると、パーティクルの寿命が終了する。しかし、各パーティクルの全生涯を一度にレンダリングすると、それは静的パーティクルになる。すなわち、パーティクルが天上の粒子ではなく、パーティクルの全生涯における軌道を示した。マテリアルの年始として表示される。このようなストランド状の表現は、毛髪、毛皮、草地、などといったマテリアルをシミュレートするために利用できる。このストランドは、動的、パーティクルが従うのと同じ速度ベクトル、力場、出現頻度、たわみのパラメータで制御できる。加えて、ストランドをレンダリングするときの太さを制御することも可能であり、実装によっては、糸の長さに応じて太さを変化させることもできる。パラメータをいろいろと組み合わせることで、硬さ、柔らかさ、重さ、剛毛さ、その他様々な性質を表現できる。エミッタの表面に貼り付けたテクスチャを使って、ストランドの色、長さ、その他のプロパティを変更することもできる。パーティクルシステムは、ゲームエンジン、デジタルコンテンツ作成システム、エフェクト作成アプリなどに最初から搭載されているが、クリエイターが自力で実装することもできるし、別のところからダウンロードしたものを使うこともできる。ハボックは、複数のパーティクルシステム API を提供しており、中でもハボック FX API は、特にパーティクルシステムのエフェクトに焦点を当てている。現在は、NVIDIA 社の子会社となったAgeaは、多くのゲームで使われているパーティクルシステムやゲーム物理 API を提供しているが、その中にはUnreal Engine 3で制作されたゲームも含まれる。インディーズゲームクリエイターがよく使っているゲームエンジンのゲームメーカースタジオと Unity はどちらも 2D パーティクルシステムを搭載しているが、残念ながら他のゲームエンジンにインポートすることはできない。他にも多くのソリューションがあるが、標準的ではないエフェクトや動作が必要とされる場合は、クリエイターがパーティクルシステムを自力で作成することもしばしばである。ありがとうございます。